のミュージックブロックを使って演奏を作りましょう。はじめに床を置いてミュージックシーケンサーを重ねます。向きを決めたら L アパートメントギャラリーからこの模様の床を2枚とアンビエントギャラリーからトーチを1つ置き、繰り返し並べていきます。ミュージックブロックを設置したらグリッドスナップ4か8に切り替えて枠の中に置きます。演奏が長くなる場合はミュージックシーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではたくさんあるミュージックブロックの種類に番号をつけています。地面に置いた直後のプレイヤーの側の列を1番とし、奥の17列目まで全て番号で呼びます。設計図のブロックは演奏の役割ごとに色分けしています。演奏通りの再現をしたい方は補足に書いている番号の列のブロックを使ってください。これが今回のミュージックシーケンサーのカスタマイズです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。では土曜日曜の夜20時に動画を一斉投稿しています。チャンネル登録はこちらから。リクエストをしたい人は歌手名、曲名、それからマイクラ、フォートナイト、マリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかも書いてコメントしてください。本日の担当は時熱あずでした。まったね。